夏の甲子園大会準決勝、専科高校対明和一高。おお、守る。ついに国見君と立花君、二人のヒーローの対決の時がやってきたのでした。1回裏、ツーアウトランナー一塁。ピッチャー国見、4番立花の前にランナーを置いてしまいました。そして今大会注目の対決が早くもやってまいりました。今年こそ国見対立花のヒーロー対決甲子園に立花との対決を前に、ね、キャッチャーがマウンドの国見のところへ駆け寄ります。ヒーロー、分かってるよな。秀夫にわざと打たせるような真似したら許さないからな。分かってねえな、お前は。知ってっか？俺は光のことを大好きなんだ。光、あさっての試合が終わったらもう一度ちゃんと選んでほしいんだ。俺か、ヒロか。はい。明日の試合の後、お前かヒロかもう一度選ばせるなんて。この番組はポーラ化粧品、日本リーバと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ど真ん中のストレートか。おお、なんだよ。また同じコース。走れ！キャッチ！高速スライダー。今日もダメか。一番の先輩が三振振り逃げ。これで一塁二塁か。空振り三振、スリーアウトチェンジ。よし、自らの手でピンチをしのぎました。よし、スライダー。いつの間にそんなボールを。練習だけは去年の秋から。立花との勝負のためか。カーブとフォーク、肩の変化だけじゃ秀夫のバットから逃げ切れませんからね。でもサプライズ、立花秀夫とだけは真っ向勝負だと思ったけど。割に合わないでしょ。
3回に1回打たれればバッターの勝ちって言われる勝負なんですか。さあ4回の表センター高校先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1、3塁、打席には5番佐川、ピッチャー竹内、投げた、バッターに当たりセンター前ヒット、三塁ランナー今ゆっくりとホームイン。7回の表センター高校の攻撃、バッターは5番野田、ピッチャー投げました、バッターこれは大きい当たり、レフトバックレフトバックレフト見上げた、ホームラン、5番の野田にホームランが飛び出しました。4番野田、大事なところでの一発です。そして2点のリードをもらった国見くんはいつもとは別人のようにただ勝ちにこだわったピッチングで、立花くんとの勝負も第2打席は3球続けての超スローボールで見逃しの三振。3打席目も直球勝負を望む立花くんに対し徹底した変化球攻めの後の高速スライダーで空振りの三振に打ち取りました。そして試合は2対0のまま進み、9回表専科高校の攻撃も2アウトを迎えたのです。最終回明和一高、打順2番から。ああ、最後に立花君まで回るね。明日うちが勝っちゃったら国見くんと天宮さん付き合っちゃうんじゃないかな。頑張れ、負けるな、頑張れ、負けるな。ああ、敬遠されたら終わりだな。この回のヒデちゃんとの最後の対決、最初の対決、勝負は1打席、最初で最後の真っ向勝負、残った力を振り絞って今までで一番速い球を投げるため、そのためにヒロは今までヒデちゃんとの真っ向勝負を我慢してたってことか。ヒデちゃんはきっとそう信じてる。ヒカリはどうなんだ。想像できないな、負けたヒデちゃんは。スライク、アタック、待ってるよ、もう一度ちゃんと選ばせるか。自分で言い出したんだ、あいつ負けたら身を引くつもりかもしんねえな。本当に光のことが好きなんだな。ヒデオとの勝負、最後までリードはお前に任せるよ。
今日一番の球か。温存してたんだよ。力入りすぎてるだけだぞ。敬遠なんかじゃないかも。知ってんだなあいつ、俺が光に言ったこと。ああ、ヒロ、お前だけには絶対渡さねえ。真っ向勝負なんて言葉はバッターにとって都合のいい、ただの綺麗事だ。完璧。意地悪だな。どうしても俺に勝てってか。最後の一球だ。ストレートしかねえって決めつけた目か。それだよ、ヒデオ。その融通の利かねえ、馬鹿正直さに。雨宮光は惚れたんだ。ありがとうございました。素晴らしいゲームでした。終わったんだな。おめでとう。ちゃん、おじさんとおばさん下に来てくれてるよ。
秀ちゃん。あの時一瞬高速スライダーが頭をよぎった。俺はヒロを疑った。完全に負けたんだ。ヒロにも自分自身にも。許せない。そんな自分が。飛行機どこまで行くの？ちょっと大リーグまでかな。じゃあフライトアテンダントは私だ。高いとこ苦手なんでよろしく。そして私たちの最後の夏は終わりました。2学期はすぐに始まり、部活動を引退した私たちは大学受験へ向けての勉強の日々を迎え、そんな中国見くんと話す機会も少なくなり、どうしてだか前のように自然に笑うことができなくなってしまいました。そして2学期も終わりに近づいた頃、ドラフト会議で立花くんと国見くんがそれぞれ指名を受け、一足早く卒業後の進路を決めたのでした。ですが私たち受験組にはクリスマスも、お正月もあるはずもなく、ひたすら机に向かう日々が続き、やったお兄ちゃん受かった。いいよな。お兄ちゃんと恵子先生が結婚した2月。泣いちゃうよね。優等だね。巻き戻してみようね。受験を終えた私に大学からの合格通知が届き、優等、高校生活もいよいよ残りわずかになりました。おえまら、おはよう。おはよう。
お前さ、はるかちゃんと全然話してねえんだろ。甲子園終わってからずっと。やっぱお前のこと避けてんのかな。はるかちゃんさ、光にもう一度選ばせるってあの話知ってたのって。知ってたっていつ。試合前の夜だって。頑張れ、負けるな。おい、ドラフト1位。こういうのドラフトも1位指名で幸せ独り占めだな。でもまあ、指名したのに留学するなんて、おめえの彼女さんも一体何考えてんだろうね。彼女？明和一高じゃ噂になってるって美穂が言ってたぜ。雨宮光は立花と別れてお前と付き合ってんだろ。ねえよ。光が留学？おうおう、なんだよ。なんで俺らが知らねえのにお前が知ってんだよ。あ、どうせいつものハッタリだろ。違えよ、違うよ。いやね、昨日ね、昨日の分。じゃあ、本当なの。アメリカ留学。なーによ、そんなに気になるんだったら直接ひかりちゃんに聞けばいいじゃん。はい、行こう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 。たまには親の言うことを聞きなさい。ほら、嘘。素敵、いや、嬉しいわ。お母さんも今でも可愛い。やめろ。お父さん素敵。いいから来い。素敵よ、お父さん。悪いな、本人いなくて。いや、それは、うん、入学前に向こうの語学学校に通うからな。手続きとかいろいろ忙しいらしいんだよ。なんで留学なんて。それお前、一流のスポーツジャーナリストになるための勉強だろうが。そんなの日本でだって。そりゃそうだけど、まあ本人が生きてっつんだからな。俺のせいじゃ。うちの娘をなめるなよ。留学の話なら俺は一年も前から聞かされてたんだ。ヒロがプロ野球選手になるように光もここを巣立ってくんだよ。おばさん、このまま生かしていいのかな。わかんねえ。ヒロ？留学ずっと前から決めてたんだってな。うん、プロに入って即戦力のあなたたちとは違いますからね。私は4年間でちゃんとプロとして使える人材にならなくちゃ。だから誰もいない場所で一人で頑張るんだ。お前はいつだってそうしてきただろ。心の底ではそばにいるヒロやヒデちゃんに頼ってたよ。でもそれじゃダメだってずっと前から気がついてたから。ヒデオには言ったのか。夏が終わったら言おうと思ってたんだけど、でももう知ってると思うし。
ちゃんと自分の口で伝えろよ。今さら遅いよ。出発は？いつ？3日後。バイバイヒロ。国見くん行こう。え、なんで？だって国見くんひどいじゃん。明和一高との準決勝、立花くんが彼女に言ったこと知ってて思い切り投げたんだから、キャルちゃんの気持ち考えないで。そりゃそうだけど、やっぱり知ってたんだ。やっぱり？でも甲子園だもん。知ってても知らなくても国見くんは同じだったと思う。はるか、本当にそれでいいの？バッターボックスで国見くんの全力投球見てみたかったんだ。当たっても知らねえぞ。大丈夫、壊れたら弁償してもらうから。さあ来い国見くん。一球だけな。小川の方だよ、思いっきり投げたんでしょ。普通だったら体固まってバットなんか振れねえよ。もう高校生活で思い残すことはないな。国見くんは思い残したことない？あ、なんかあるな。ダメだぞ、私たちもう卒業なんだから。みんなここから別々の場所に行かなきゃいけないんだから。この場所で何か思い残すことなんかあったら、ちゃんと次の場所なんて行けないでしょ。それ光のこと言ってんの？アメリカ遠いから。まあ私には関係ないんだけど。
バイバイ。この場所で何か思い残すことなんかあったら、ちゃんと次の場所なんて行けない。こんなとこで何しよってんだ。それはあいつに聞いてくれよ。キレよ。三球ストレート勝負だ。勝負なら甲子園で終わっただろ。あれはお前と光の問題だろ。状況は何だよ。俺は俺の初恋に決着をつける。夏に付き合ってやったんだ。今日は俺に付き合えよ。だってさ、仕方ねえな。金属バッター卒業か。ああ。このまま卒業なんかさせっかよ。お前には今会っとかなきゃいけない奴がいるはずだ。これから別々の道に進むんだ。このまま行きたくねえし、行かしたくねえんだ。ここで決着つけようぜ。俺たちが、お前と光が始まった、この場所だよ。わかったよ。勝負だ。行くぞ秀夫。ワンストライク。あと一球だぞ。いいのか。次に来る球がストレートしかねえなら一球で十分だ。確かに圧倒的バッター有利の勝負だよな。これで終わりだ。これって、おい、どこ行くんだよ。ピッチャーゴロだからな。俺の負けだよ。
これでよかったのか。ああ、じゃあお前は。明日行っちゃうんだな。あの夏、ヒロとの勝負で教えてもらったことがある。誰よりも雨宮光が必要なのは、この俺だ。光が日本に戻ってきた時、俺は光に認めてもらえる男になっていたい。だから4年経って、もしそうなれてたら、もう一度俺を選んでほしい。認めてもらえる女になって帰ってこなきゃいけないから。初恋にケリをつけたんだ。お前にも今会っとかなきゃいけねえやつがいるんじゃねえの。お前らが始まった場所にでも行ってみれば。誰もいねえって。もう思い残すことはない？昨夜野田君から電話もらったの。全部が終わったら国見君がここに来るからって。私の考えすぎだからって。もし国見君が今でも女の子としてひかりさんのことが好きだったら、夏の甲子園が終わった後すぐに告白してるはずだからって。しねえよ。だから私の考えすぎ。なんだよ、結構気にしてたんじゃねえかよ。私には関係ないとか言ってたくせに。それは本当関係ない。だってもし国見君が光さんじゃなくても他の誰かを好きだったとしても変わらないから。私が国見君を
大好きだっていう気持ち。同じ。ん？俺も。俺も。他のこと。好きだよ。大丈夫ですか？ああ、お客様はどちらまで？ちょっと大リーグまで。この番組はポーラ化粧品、日本リーバとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。